パリに本部を置く国際科学警察機構の日本支部に科学特捜隊と呼ばれる5人の隊員たちがあった。彼らは怪事件や異変を専門に捜査し、宇宙からのあらゆる侵略から地球を防衛する重大な任務を持っていた。ハヤトル4部へ。はい、こちら本部。どうかしたの？そんな声出して。龍ヶ森上空において未確認飛行物体を発見。よし、追跡を続行。なお正体を確認せよ。連絡あり次第大使に出動する。了解。ハヤタからの連絡は今後記録するように。はい。青い光を放って飛んでます。スピードはマッハ2。さらに接近して正体を見届けます。夜空の星に祈りを込めて。あ、こっち来いよ。あの子の優しい。ぼやぼやしないで、カムだカムだ。早くしろ。みんな水の中に。早く来いよ。バカ、遅いよお前。科学特捜隊本部。こちら埼玉県警の警ら隊。緊急通報です。緊急通報です。ただいまより15分前、龍ヶ森に怪光を発する青い玉と赤い玉が次々に飛来し。怪光？怪しい光です。そいつがピカピカ光りながら。青い玉は湖に落下。赤い玉はたまたま上空を通過中の飛行物体と衝突し、龍ヶ森に落下しました。おい、ジェット機らしいものが落ちて燃えてるぞ。ジェット機だ、今向こうだよ。台湾ね。え？飛行物体？おい、本当に衝突したのか。キャンパーたちが目撃しています。藤君。はい。ハヤタを呼ぶんだ。はい、それで現場は、彼で行けばいいんだ。方向 1.5 キロ。本部よりハヤタへ。本部よりハヤタへ。ハヤタ隊員応答せよ。ハヤタ隊員応答せよ。はい、はい、了解。ハヤタ隊員応答せよ。引き続き応答せよ。現場一帯の警戒を頼みます。本部よりハヤタへ。ハヤタ隊員応答せよ。ハヤタ隊員応答せよ。ハヤタ隊員応答せよ。ハヤタ隊員、ハヤタ隊員応答せよ。応答せよ。本部よりハヤタへ。本部よりハヤタへ。出動準備。誰だそこにいるのは。
君は一体何者だ。 M78 星雲の宇宙人だ。 M78 星雲の宇宙人。そうだ、遠い宇宙からデムラーを宇宙の墓場に運ぶ途中、デムラーに逃げ出されて、それを追って地球に来た。デムラー、宇宙の平和を乱す悪魔のような怪獣だ。申し訳ないことをした。ハヤタ隊、その代わり私の命を君にあげよう。君の命を。君はどうなるんだ。君と一心同体になるなら、そして地球の平和のために働きたい。これは何だ。ベータカプセル。ベータカプセル。困った時にこれを使うのだ。そうすると、そうするとどうなる。心配することはない。どうしたんですお巡りさん。早く戻さないと。どうしたんだよ。今の爆発音は何だ。あ、あっちですね。あ、誰か倒れてる。おい、おい、しっかりと起きろ。おい、大丈夫ですか。おい、おい、大丈夫か。どうしたんですか。おい、おい、一体何が起こったんだ。大丈夫ですか。しかし、ほら、起きろ、おい。ほら、やっぱりハヤトのビートルだ。キャップ、キャップ、あれじゃ助からねえな。しかしハヤトの死体がないってのは変ですね。うん、僕たち見ましたよ。え、見たには見たんですが、怪光を放つ赤い玉が現れて。ええ、本当なんです。こうその抱きかかえるようにするとわーっと上空へ舞い上がったんですよ。そんなバカな。いえ、そんなバカなことが起こったんですよ。そうです、そんなバカな。バカなとは何ですか。見た通りのことを言ってるんですよ。それでしばらくして赤い玉が爆発を起こしたんです。我々の常識ではとても考えられんことだ。あれはきっと宇宙人かなんかの仕業だね。そうかもしれないな。キャップ、ハヤタを探してみましょう。きっと生きているかもしれませんよ。よし、皆さん協力してください。はい。ハヤタさん、ハヤタさん、まだ手がかりはつかめていません。死体らしきものは一時発見したのですが、あっという間に我々の目の前で消えてしまったんです。当たってみたんですかね。しかしあの墜落現場からは考えられませんな。村松だ。まだ発見できませんか。残念ながらその通りだ。あと1時間したらひとまず本部に帰る。キャップ、お願いします。星野君も来て心配してるんです。ハヤタさんは死ねなんかいないよね。絶対に死ねないよね。星野君、君の言う通りだ。ハヤタのような立派な男を神様が見捨てたりはしない。安心して待ってるんだ。はいね、キャップだってそう言っただろ。僕信じてたんだ。
無駄に回していてもしょうがないから、星野くん、止めようか。キャップの許可受けた？そんなことしてたってダメよ。はい、こちら科学特捜隊本部。元気かね、秋子隊員。早田隊員、一体どこにいるの？あなたのことをみんなが探してるのよ。そんなことはどうでもいい。それより特殊潜航艇 S16 号を竜ヶ森の Y マークの地点まで運んでほしいんだよ。 Y マークの地点ね、わかったわ。僕も連れてってよ。ダメダメ、キャップの許可を取ってないんでね。ち、嫌な感じ。さっきまで別会したくせに。こりゃ変ですね。寝ちまったんじゃねえのかな。よっぽどこの湖が気に入ったらしい。こちら村松、特殊潜航艇の出動を要請した覚えはないぞ。あ、キャップ、早田隊員の連絡を受けて運んできたんです。早田、アキコ隊員、幽霊だよそれは。いいえ、正真正銘の早田隊員だったわ。着水します。こんなところに S16 号を置いてどうするんだ。早田隊員から Y マークの地点に置くように連絡があったんです。キャップ、彼女ショックのあまりここがおかしくなったんじゃないですか。まさか。いや、ひょっとするとひょっとするぞ。特捜隊の一員とは言っても所詮は女の子ですからね。ま、女の子とは何よ。入れたい。いけねえ。キャップ、ハヤトです。村松よりハヤタ、村松よりハヤタ、今まで一体どこにいたのか。我々昨夜から君を探していたんだぞ。大切なビートルを壊して申し訳ありません。昨夜は一体何が起こったのか。ビートルからどうやって助かったのか。彼が助けてくれたんですよ。彼、彼って誰だ。キャップ、そんなことにまずベムラをやっつける方が先です。ベムラ、なんだそのベムラって。固体に眠ってる怪獣です。油断するとひどい目に遭いますよ。 S16 まで固体に潜り、宇宙の長旅で疲れたら奴に寝首をかきます。飛び出したところはビートルで頭上からやっつけてください。よし、わかった。石田委員、ボヤボヤしないで我々のそばにビートルを着陸させろ。了解了解。ベムラは発見できないのか。こちら準備完了。ビートル、ベムラ発見。ウルトラ作戦第1号、攻撃開始。ベムラだ。
M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員にベーターカプセルで宇宙人に変身した。マッハ5のスピードで空を飛び、強力なエネルギーであらゆる敵を粉砕する不死身の男となったのだ。それゆけ我らのヒーロー。赤ランプはバンコク共通ですからね。そんなことわかるもんか。でもだいぶ慌ててるようですよ。はあ、だんだんチカチカが速くなってきた。エネルギーが切れるみたいですね。だな。あれ？あ、早田がかけてくる。何？おーい！おーい！早田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 、大丈夫か？答えピンピンだよ。早田、君は本当の早田なのかい？本当も嘘もない。実物はたった一つだよ。キャップ、ところでベムラはどうなりました？うん、宇宙人が追っ払ってくれたよ。やっぱり彼が出てきましたか。僕もそうじゃないかと思って安心してたんですよ。するとあなたを助けてくれたのも彼だ。ちょい待ち。彼って親しそうに言うけど一体名前は何て言うんだ？なんかないよ。よせやい、鳴らしのゴンベなんてあるもんか。そうだな。あ、じゃあウルトラマンってのはどうだ？ウルトラマン？そう、ウルトラマン。どうだ？そりゃ、ウルトラにいいでしょ。でも、ウルトラマンどっか行っちゃったんじゃないの？どこも行かないさ。彼は自分の宇宙船が爆発して、自分の星は帰らなくなったんだから。君は全く悪運の強い男だよ。僕は不死身ですよ、キャップ。